どうも、福月の人間です。えー、2023年もうんとまもなく終わります。今年1年、どんな年だったかというと、えー、今年も1年、まとめとして、えー、ベストバイのオファーが来ませんでした。なので、えー、自分からやります、はい。悔しかったです。来年こそは、ぜひ。 とということで自主的私が選ぶ私が取材した四千頭身続きが選ぶベストバイ2023ということで1個目まあもうこれでしょうと僕の身の回りの人からしたらほんのちょっと、えー、僕のトレードマークになり始めてます今年 WBC 日本の日優勝おめでとうございますということで WBC のオフィシャルのジャパン帽子ジャパン帽子 はい。お腹が空いてるんで、頭が回ってません。この、あのね、水野プロっていう、水野のロゴが入ってるんですよ。言わずと知れた。言ったら、水野の高級品エリアみたいなことです。水野プロって。水野のグローブの中にも、いろいろあるんですよ。あの、グローバルエリートとか、えーミズ、あと、ビューリーグとかね、ビクトリーステージとか、いろいろあるんですよ。いやマジであるんですけど。その中で、一番上、最上級の水野プロっていうところで、えー、っとね、はもう結構経つかなー なんでだっけスナップバックが付いてんのが、こっちが選手仕様なんです。なんか種類が結構あって、ニューエーラーさんから出てるやつとか、いろいろある中で、スナップバックがないのが、確か選手仕様、だったと当時調べたはずなんだよな。結構調べましたよね。うん。調べて買ったからそうだったと思う。あとは、僕がそのスナップバックが付いてない野球棒に近いキャップが欲しくて、で、 調べたらなんかそんなんだったりしたからうわなんかいいんじゃねで買った気がします結果的にもう1年間もまッチ年中かぶってたね今後もこれはあのー、優勝したっていうだから、えー、WBC 日本代表帽優勝期ってことですかねこれあれですよ旗の旗の旗じゃないですよ時期の木ねその何々木そのエルメスバイマルジェラ旗みたいなことの 優勝旗ってことですかねこれ。日本代表棒としての。これがなんか色あせていくのが楽しみだなっていう。続いて、こちらね。ベーシックプレジャーモード。インナーですね。ジャストロンティの、えー、指輪、ホールド付きねと。ちょっとね、光の加減で、若干ベージュ、黄色っぽく見えるかもしれないですけど、まあ白です。はい。これだけ、はい。スクショして、あの、英単語はね、こっから、 スクショでで打ち込んで調べてみてみくださいまだに欲しいのむっちゃって俺年中みたいですオンラインだから来年はちょっともうちょっとこのブランドのものをちょくちょく買ってまあなんかね今持ってる自分の古着とかと合わせるの楽しいんだろうなっていう思いがあるんで、まあ、こ,うこういうアイテムとか、まあ、今年結構海外からあの取り寄せてとか海外のブランドのアイテムを買う機会すごい増えたので今年から。 まあなんで来年も引き続きそういうの増えてね、なんか自分の中のワードローブからこうバリエーションが増えたらいいなって思えるようなきっかけになる一着でした。続いて、えー、いろんな形で結果的にお世話になりました。こちら。はい。えー、かぶる子供服です。出ました。殿下の宝刀。白 T シャツならぬ。はい。 まあ言ったら僕はもう大きく言うと二刀流みたいなのがとこあるんで、えー、白用の T シャツとかぶる用の子供服。これですね。かわいいんだよ、でも。ほら。かわいいんですよ、別に。あのね。いや、先にかぶればよかったな俺これ、YouTube で見せてないよね。うわー最悪だわ損した。 そうじゃん。俺当たり前になってたけど、ここの民たちはまだ知らない可能性あったんだ。まあ被った後に言えばよかったな。先に被ってたらもうちょっとごまかせたのにな。言ってから被ったらちょっと面白くなっちゃう決まってんじゃん。でもそうなんだもん。子供服なんだもん。だってこれほら。初 <laughs> めて出した鈴木くん。えこんなおもろいと思わなかった <laughs> 泣いてるじゃん、って <laughs>。 一緒にいろんなファッション見てきた鈴木くんが「俺とうとう涙流してるぞ俺のファッション」いやいや天下の宝刀ですよだって流行ってるでしょなんかあの耳つきの大きい耳がビヨーンって生えたニット帽とか一緒だよ来年もお世話になろうかなっていう所存でございますはいベストバイ4つ目靴です今年買ってよかったと思うものは靴です 靴を買ってよかったです <laughs> はいっていうのをこれ一個ずつ紹介してあれなんでちょっとまあ特にというかこの辺が今まであんま買ってこなかったような傾向ヴィンテージシューズだったりまあヴィンテージスニーカーだったりちょっとストリートっぽい要素のスニーカーだったりなんかいろいろ買ってきたんですけどブーツとかもねちょくちょく持ってたけどの中でもあんまりこう手に っってこなかった系統の,ものたちまあざっと紹介するとこのプラダのスタッツローファーグローブこういうもう、えー、ザ。 なんかス,ニスケシューかバレンシュガーのエナメルシューズファーのサンダルとかなんか今年自分のブランドが動き出したりもあってファッションの仕事がまたなんか違う形でいろいろ入ったりとかして見る範囲をちょっと広めてみたりとか何かに固執せずにいろんなものを探ってみようと思う中であれも欲しいこれも欲しいともっと欲しいもっともっと欲しいが生んだ結果ですね。で、まあ、でもその結果マジで 広ががっったものがめっちゃあるんでまあ実際 <laughs> ルックとかスナップの撮影で活躍したのが結構こういう形のものだったのでめっちゃあの普段から履いたし撮影とか仕事の現場でも活躍してくれたしといったような形ででまたなんかその幅も広がったしみたいな、はい、もう、あのー、いいこと尽くしの、えー、買い物だったんじゃないかなと思う。 っってよかたた靴たちということでベストバイの4週目かなという感じです。でまあもう一個なんか出してもよかったんですけど、まあ、結構過去の購入品紹介で、まあ、どれも割と今年自分の中でいい買い物をしてきたもの多いんで、まあ、是非購入品紹介見てほしいなというのもあってなんか5つ目悩んだんですけど、まあ、5つぐらいだったらキりいいかなと思ったんですけど悩んだんですけど まあ、そっちに流れてもらおうかなって思いになりっていうのを踏まえて、えー、ベストバイの結論は、えー、いや、購入品紹介、そ年賀上げてたら、年間のベストバイ取材来ないだろう。です。はい。<laughs> ってことに気づきました。自分で撮り始めたぐらいから、はい。あのああいうのってね、 裏方さんでとか、普段表でこう、自分のことをだんだん発信して、こんなん買いました、どうですかって、やんない人たちなわけですけど、だから気になるわけでね、僕みたいにこう、年中、自分とこで、こんなん買いました、今これがいいです、最近これ買ってめっちゃ使ってますって、年中やってるとね、まあ確かになっちゃうただ、いや、全部じゃないですから、これが。 全然高いなんていくらでもありますからあのもう全然年始に言ってくれた俺その年末のベストバイのために買った上で俺発表しない伏せとくとか全然できますんであのファスナーさんやります全然やりますからはいあの本当にいい企画なので、ね、あれね <laughs> 本当にめちゃめちゃいい企画なので、ね、ぜひ混ぜてほしいという願いのもと今年は我慢できず自分からやってしまいましたはい まあね、1年間の振り返りとして、まあ、年末らしくいいんじゃないかなってことで本日この辺です。はい